こんにちは。本日はちょっと夜に用事があるからですね、ちょっと先に体重測定だけ僕済ませたいと思います。今、時刻が、午後3時半、なんですけれども、今日はですね、割と、いけんじゃないかな、と思って、とりあえず乗ってみたいと思います。出たぜおい79.0 100g クリア羨ましいかずるいっすね今日はちょっとラジオの収録があるからちゃんとオープニング出るから。いやでも今日夜更かしちゃダメっすよ。あら、なんで明日あれの打ち合わせで。何の？あ、明日9000度行くんだっけ。はい、あ、わかりました。じゃあ今日は早く寝まーす。こんにちは。今日は中村さんがズルでお昼にもう勝手に体重を測っちゃったので僕だけ測ります。毎日痩せるまで帰れませんのコーナーです。じゃあ早速測っていきます。これで下回ってなかったらマジでだるいですよ。昨日僕は 82.3 キロだったので 82.2 以下だったらクリアです。マジか。はい、ちゃんと取りました。 82.2 です。うわやったー、ぴったしっすよぴったしっすよ。今日もクリアっすよ。どうもありがとうございました。最後です。最後奇跡起こしたね。やったー、何もしなくてよかった。ずるくない？いやなんかしたでしょ。何もしてないですよ今日。いやいや、今回はもう堀田君が撮ってシュールな絵で終わろうと思ったんですけど、いやなんかしたろ。何もしてない。にゃん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 、お前なんかしたろ。何もしてない。ぬしゃなんかしたろが。いやいやあ、報告報告。昨日ですね、僕たち YouTuber、 大阪の YouTuber のボーイさんという方と、個人的に僕はファンなんですけど、スキンヘッドのボーイさんとですね、トラック運転手のボーイさんとですね、動画を撮ってまいりました。もう深夜の1時とかにね、宮原のパーキングエリアに行って、もう企業案件で忙しい忙しいって言ってですね、ホットディレクターも編集に編集を頑張っているところを無理やり連れて行ってですね、もう頑張ってやってまいりましたね。ほんとね、まあボーイさんすげえいい人だったね。やばかったね。はい、あれね、月1ぐらいでね、ボーイさん出てくると思いますので、ぜひそちらの動画もお楽しみにしておいてください。で、特に今、あれ、イベント、ほら、ね、ほら、お前のイベントを。あ、僕のイベントが4月20日に、おとよいっていうアコースティックの弾き語りとかのアマチュアの人たちが出るイベントを作ってます。シャンです。はい。スキャンとかアッです。アッです。あ、5、6層面白いけなきゃいですね。もう大変面白かった。大変って言わんばって言ってたね。はい、もうボーイさんから熊本弁を使えって言われたけんが、な、熊本弁で喋ってやるばい思うばって。もう最近や割と標準語にみんななりよる感じですもんね。っていうか標準語で喋っても熊本弁で言われるんですよ。そうですよ。だけんね、はい、だけんねって、なんでしょうね、自然と出そうとしようと思うと難しか感じはあるとですけど、はい、だからね、あれですよ、熊本県民が、はい、中途半端な普段の会話をすると広しになるんですよ。違うんですよ。でも広しになるとですよ、大体稽古場は喋らんけんですね。喋らんですもんね。
おお、全然やっちゃうメンバーしゃべらんけんが、もうどぎゃんしゃべってるかが、おら、ちょっともわからんけんが、ごったるか、ゴンネムか、もうゴッキツか、だけどもうゴンネムかけんが、ここはここら辺で今日は終わりたいと思います。標準語の顔を止めてないんじゃない？ない。あ、でも、シャンですかとかね。なんか最後だけ標準語で行くみたいな。バッシャンですかみたいな。最後、基本だけ、ゴン眠かですとかね。そんな感じでございまして、頑張る必要はないと思うんですけど、熊本弁で、なんだけね。おっとまあ喋っていく場合だと思って、はい、うん、思っておりますので、またよろしくお願いします。よろしくあ、でもあれがあれ、熊本県民唯一のギャグ、さよならだよ、熊本弁で言うとバイ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 。